どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、海浜公園、ゴールデンウィークの海浜公園の渋滞についてちょっとやっていきたいんですけど、海浜公園っていうのはですね、このように入り口が4カ所あるわけなんですね。でまあ、ここに向かって車が集まってくるんで、ものすごく、まあ、渋滞するわけなんですけど、じゃあ実際ね、どの程度渋滞してるもんなのかっていうのをちょっと一周ぐるっと回って確かめてみようと思います。さあ、スタート地点はここでございます。こっから一周回っていこうと思います。はい。でも初っ端からね、反対車線ね、すごく渋滞してるんじゃないかと思うんですけど、まあね、ここが渋滞することってあんまりないですよ。はい。ということで、まあ、ちょっとしばらく走って、まだ渋滞が続いてまして、もうね、びっくりしちゃってるんですけど、でここ交差点があるんですね。でこれ交差点を右に曲がっていくと、こうあの海浜公園沿いにこう行くわけなんですけど、はい、向こうまでつながっております。ね、今こういう状態ですね。この赤い線ね、こんな感じでつながっていると。じゃあ反対側どうなってんのかと、ちょっと海側にまでぐるっと回ってみると、はい、来た、ここまでつながってるんですよ。これどういうことかっていうと、こんな風にさっきのところからつながっちゃってるわけなんですね。もうものすごい渋滞、3キロぐらいあるんじゃないかな。はい。で今度は、海沿いに、走っていきましょう。もうね、見えてる通り、こっちも大渋滞でございます。今ここです、高速道路の出口あたりね。ここに渋滞してるってどういうことなんだよと。ここに止めたら目的地多分ネモフィラだと思うんですけど、一番遠いと思うんですよね。なぜかこっちまで渋滞しちゃってるっていうね。おまけに反対車線まで渋滞してるっていうね。すごいですね。この規模の渋滞は自分も初めてなんじゃないかっていうほどの混みっぷり。ここ入り口なんですよね。はい。でここから行くとね、あの坂登っていかなきゃなんないんで、多分ね、ネモフィラまで歩いて30分以上かかるんじゃないかな。まあまあ、何しろですね、なんでここに止めちゃったのかなっていう感じなんですけど、まあ、右も左も大渋滞、路中だらけ、すごいですね。海のお客さんじゃないですからね、これみんな海浜公園行きですからね。まあ、海のお客さんは多分海側の駐車場に何台か止まってたんで、まあ、こっちから海行こうとすると遠いだけなんでね、みんな海浜公園だと思うんですけど、まあすごいですね。はい。で、まあね、県外の方がほとんどだったわけなんですけど、ここの交差点を、まあ、右に曲がっていくわけですよ。そうすると、まあ、メインストリート、海浜公園的なメインストリートというかね、に出るわけなんですけど、まあ入り口がこの海沿いの入り口なんで、ここ曲がるとさすがにね、一旦、渋滞が途切れるんです。あの辺までしかつながってない。でまあ、なんでね、途切れるかっていうと、その先にもう一個入り口があるからなんですけど、まあ、今こんな感じですね。はい。で、1個目の信号を過ぎて、そうすると今度は右側にですね、また別の入り口があるわけなんですけど、ここ入れない入り口ですね。なのでこの入れない入り口のあたりは、まあ、空いてるんですよ。まあ、なんでここが繋がんないかっていうと、臨時駐車場があるんで、臨時駐車場の方に渋滞してるからなんですけど、またはい、このように繋がり出してきました。これは、駐車場の入り口があるから、こっち側からも集まってきちゃっていると。こっち側から来る人ってどっから来たのかな。多分駐車場が満車で入れないってなって、さまよった人たちが最終的にこっちに戻ってきちゃったのかなっていう感じなんですかね。でこっち側も渋滞ですけど、反対側はもっと渋滞してるわけですね。いや、しかしすごいな。でね、なんかそう、今見えたんですけど、救急車と消防車が走ってました。自分が走ってきたとこは事故なかったんですけどね。なんか具合悪くなっちゃった人もいたんですかね。でもレスキューが一緒っていうことは事故なのかな。でここが、この交差点、信号のところが、これ高速道路です。東水戸道路から北関東自動車道っていう、途中から名前の変わる高速道路なんですけど、ここの高速道路の
ここが左側が出口ですね。ここから入ってくるわけなんですけど、で出てくるわけなんですけど、高速道路も渋滞してます。でまあ、メインの入り口に向かっていくわけなんですけど、この先の左側に、まあ、臨時駐車場があるんですよ。でこれね、臨時駐車場に向かって渋滞してるわけですね。で臨時駐車場がですね、全部でね5か所か6か所かあるんですよ。でそもそも海浜公園に止められる車の台数ってすんげえ台数止められるんですけど、倍近く臨時駐車場によって止められるんじゃないかと思うんですけど、それなのにもうどこもあふれ返っているといった状況なんですね。これ左全部臨時駐車場です。すごいことになってます。さっきのとこと、ここと、あとこの観光バスが止まってるとことね、もう人がうじゃうじゃいますけど、まあもう何しろ台数がすごいですね。でまたこうやってずっと繋がっていると、でここが途切れるわけですね。こう途切れるのは臨時駐車場側の道路が渋滞してるからなんですけど、はい、でこうやってまた入り口がないところは渋滞がないと。でもうちょっと走っていくとまた入り口が近づいてくるので、また混み出してくるわけなんですね。すごいですねこれ。いや正直自分が思うにはですね、海浜公園に入れるの夕方ぐらいなんじゃないかと。これお昼ぐらいなんですけど、これ今走ってる時間が、あの一回入ったらなかなか出てこないんですよ。広いし、歩くし、食べ物とかあるし、遊具あるし、なんか結構見どころ満載なんですよ。結構楽しいんですよ海浜公園で。一度入ったらね、まあ、そもそも歩くんでなかなか出てこないと思うんで、これはね、渋滞最後尾とかになってる人は一体いつ入れんだろうっていうね、もう出る頃には真っ暗じゃねえかなっていうぐらいの、それぐらいの混みっぷりでございます。さあもう今パイロン立ってるんですけど、ここ渋滞しちゃうとこの左側にある商業施設にお客さん行けなくなっちゃうんで、入れなくしてあるんですね。で行けよって今警備員言ってますね。で、またこのように入り口から渋滞が向こうに向かって続いているといった感じなんですね。で、まあ、しばらく走るとさっきのスタート地点に戻ってくるわけなんですけども、こうそう、この左側のねだだっ広い空き地があるんですけど、ここも臨時駐車場になってますね。いや繋がってるな、大変だな、どうすんだろうなこれすげえなー。はい、ということで全体的に見るとこんな感じで渋滞していると、もうほぼ一周ですね。すごかった。なんですけど実はあのさっきからちょっとチラチラ映ってたんですけど、ホームセンター、超巨大ホームセンタージョイフルホンダがありまして、でそこに複合的にこうね商業施設が絡み合って存在してるわけなんですけど、普段からね週末渋滞するんですよ。普段からものすごい混むわけなんですよ、まあ、これがそのホームセンターですね、ジョイフルホンダっていうやつなんですけど、まあ普段から週末はここの駐車場が満タンになるぐらいここ混むんですよ。で隣にあるのがファッションクルーズっていう変な名前のね商業施設なんですけど、ここもめちゃめちゃ混むんですよ。でここら辺一帯ってすごくて、このホームセンター、ファッションクルーズ、映画館、それからこのスポーツ用品店 GU があって、でさらに東京インテリアに電気屋さん、大手家電屋さんがあったり、スーパーがあったりね、でさらにねこれですよ、コストコ、これだけでものすごい集客があるんで、結構ね地元民的にはねこの辺の道路週末走るだけでも大変っていうところに、ゴールデンウィークが重なってくるとこうなっちゃうっていうね、これ全部渋滞です。国道から高速道路からもうマラソン大会かよっていう勢いで車が動かなくなっちゃうんですね。はい、まあ、そんな感じでですね、まあこれあの自分がすごく地元なんで、めちゃめちゃ地元なんで、どこがどういう風に渋滞してるかっていうのをねこうやって分かるわけなんですけど、じゃあね海浜公園いつ行きゃいいんだと。でおすすめの時間帯っていうのはもう朝一だけです。でゴールデンウィークだったり秋のコキアのね赤い時とかは普段より早く
オープン時間が早くなりますんで、オープン時間に合わせるぐらいの勢いで行かないと、もう朝ね10時になったら今の状態になっちゃいますんで、まあ今年これから海浜公園ちょっと行ってみたいわっていう方とかね、もしくは今年はもういいや来年という方はちょっとこの動画参考にしていただいて、朝はね、開店8時半だっけに合わせて行った方がいいんじゃないかと思います。ということで地元民が教えるゴールデンウィークの海浜公園渋滞でした。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあいいね。